すぐ着く。だから平気だってば。クリスに会ったらすぐ戻る。みんな心配性なんだから。何？署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？ねえ、レオン・ケネディ。君は？クレア。クレア・レッドフィールド。クレア！クレア、大丈夫か？大丈夫よ。あなたは？ダメだ。ここは危険だ。レオン、先についてるよね。待ってろ。今そっちに行く。分かった。クレア、無事でよかった。大丈夫。ヘリコプターが急に現れて。ああ、なんとか無事だ。そのポケットに鍵は入ってないわよね。あいにくないな、うん、で、君は大丈夫？そうね、なんとか生き延びてる。よかった。ええ。君のお兄さんは？まだ見つからない。クレア、希望を捨てるな。きっと見つかるさ。くそ。まずいな。ええ。夕食の時間ね。早く逃げろ。私はいいから。自分の心配をして。クレア、行くんだ。早く。ねえ、生き延びましょう。絶対に。今のやめて、来ないで。
びくともしない。誰かいるの？ねえ、大丈夫、何もしないから。怖いの？私が助けてあげる。助けがいるのはあなたの方だよ。何？よく聞こえない。あなたの方が危ない。どうして？そこ、すぐ後ろに。え？嘘でしょ。安心して、もう大丈夫。そこにあるはしごを下ろしてもらえない？一緒にママを探して。こんなとこにいるの？いると思う。いてほしい。ええ、いいわよ、探してあげる。ねえ、ママはどんな人？アンブレラでお仕事してる。大切なお薬を作ってるの。アンブレラ？あの製薬会社？いつも仕事場にいる。あまり会えなくて。それじゃあ早く会えるといいわね。お父さんはどうしてるの？パパはママと働いてたけど、もういないの。ああ、私も親がいないの。今は兄貴と二人。ああ、本当に？私たち、共通点があるみたいね。嬉しいわ。閉まってる。
ダメだ。カードキーがいる。来て。ねえ、手伝って。本当にこっちなの？うん、そのはずなんだけど。シェリー、ずいぶん探したぞ。シェリー、こんな状況で一人で出かけるとは勇ましい。手を上げて膝をつけ。冗談でしょ。膝をつくんだ、今すぐ。シェリー、手を縛れ。なんでこんなこと。黙れ。縛るんだ。いいのか？言う通りにしないとこいつは死ぬぞ。どういうつもり？犯罪者から子供を守らないとな。シェリー、おいで。何をする気？関係ないぞ。その子を傷つけたら許さないから。シェリー、こっちに来るんだ。名前は？名前を言えと言ってるんだ。クレア。シェリー、私と一緒に来ないとクレアが死んでしまうぞ。分かった、行くから。ママのところへ連れてって。もちろんだ。信じちゃダメ、嘘よ。クレアを撃たないで。俺のやり方にいちいち口を出す。やめて、離して。しつけがなってないようだな。教えてやろう。厳しく仕込んでやる。離して。覚えてろ、ゲス野郎。無事でいて。いいわ。まずはカードキーね。その後あいつに借りを返す。さっきのやつこっちから来たけど。え？あいつ所長だったの？見つけた。カードキーだ。
大成功。もしもし。ごきげんよう、クレア。取引をしようじゃないか。どこにあるの？近くにあるから、すぐわかる。シェリーは無事？今はな。もし指一本でも触れたら。バカなガキだ。あれを落とさなければ見逃してやったのに。心配するな。もうじき全て終わる。どこかから出られるはず。ここは何なの？ドアから出られそう。ダメだ、鍵がいる。
どこへ行く気だ。おとなしくしてろと言っただろう。聞き分けの悪い子だ。こっちに来ないで。お願い。しつけってものを教えてやる。ふざけやがって。ただで済むと思うな。クソガキが。待て。クソガキめ、後悔させてやる。来ないで。助けて、誰かお願い。その先は行き止まりだ、小娘。終わりだ。鍵を閉めたぞ。どこにいる。とっとと出てこい。いるのは分かってるぞ。早く出てきた方がいいぞ。お仕置きが増えるだけだ。これが最後のチャンスだぞ。出てこい。今すぐ。くそ、顔が焼ける。ごきげんよう、クレア。
取引をしようじゃないか。どういうこと？私の時間を無駄にする気か？ペンダントを持ってこい。シェリーが死ぬぞ。ペンダント？何のために？ガキを死なせたいか。わかった。どこへ？孤児院だ。孤児院？どこにあるの？近くにあるからすぐわかる。シェリーは無事？今はな。もし指一本でも触れたら。信じられない。最低。待ってなさい、ゲス野郎。待ってて、シェリー。どこなの？ペンダントを持ってきたわ。お前のせいで。何？グスグスしてるから。何があったの？やだ、来ないで。ウィリアムめ、なんてこと。嘘でしょ。
起きて。起きなさい。目を開けて。そのまま。感染はしていないのね。何？シェリー。シェリーは。シェリーは無事よ。シェリーを知ってるの？凄まじい力を示したわね。何があったの？急いで調べないと。あなたは。私はクレア。想定外だったわ。教えて。シェリーはどこ？聞いてる？え？シェリーは。アネットよ。ウィリアムに何があったか教えて。誰なの？ウィリアム。この事態を引き起こした化け物よ。え？そんなことよりシェリーは。予想してた以上に進化が早いみたいね。どこへ行くの？いい？あなたの質問に答えてる暇はないの。何も問題ないわ。シェリーを見つけないと。娘の心配は無用よ。シェリー、なぜ家にいなかったの？安全だったのに。ねえシェリー。だって怖かったの。あれがそこら中にいて。警察を呼べばよかったでしょう。そう教えたわよね。呼んだけど来てくれなかったの。ママも電話に出ないし。シェリー、今話してる時間はないの。そんな、シェリー、今行くからね。待ってて、シェリー、すぐ行くわ。頑張って、シェリー、もう少し。電源が落ちてるか。アンコールの時間だ。ごめんね、シェリー。待たせちゃって。シェリー、ママはここだ。シェリー、ねえ、聞こえる？大変。シェリー。クレア。シェリー。
大丈夫？何をしてるの？助けに来た。シェリーは感染してる。もう救えないのよ。何言ってるの？母親でしょ。こっちに来なさい。あなたには分からないわ。ウィリアムはまだ生きてる。私が止めないと。これ以上話しても無駄ね。待って。もしかしたら治療できるかもしれない。研究所で。そう遠くないわ。ママ。時間がないの。大勢の命がかかってる。シェリー、あなたを愛してるわ。さようなら。冗談じゃないわ。大丈夫よ、私が助けてあげるから。どうして助けてくれるの？ほっとけないでしょ。ありがとう。アネットは研究所は近くにあるって。待って、あのケーブルか。頑張ってシェリー、すぐ直してあげる。もう少しだからね。あと少し。よし、ケーブルカーよ。よし、じゃあ。シェリー、もうちょっと頑張って。大丈夫だから。ここへはもう戻れないかも。忘れ物ないかな？こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。ねえ、大丈夫？兄にもらったの。幸運のお守りよ。クレアがいなかったら私。何言ってるの。シェリーは一人でちゃんとやってた。私があなたを巻き込んじゃったのよ。あなたのでしょ。もういらない。そうなの？どうして？可愛いのに。ママにもらったの、去年の誕生日に。一緒にいてくれればそれでよかったのに。ねえ、あなたのママは仕事が忙しいみたいだけど。ねえシェリー、しっかり。ネストに到着します。私がついてるから。
大丈夫よ。必ず治すわ。頑張ってシェリー、大丈夫よ。隔壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。隔壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。隔壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。ようこそネストへ。ご訪問を歓迎いたします。じゃあここでさてどうする。何か手がかりはないの。抗ウイルス剤、これだ。これを探せばいい。ねえシェリー、行ってくるわ。ここで待っててくれる？すぐ戻るから、約束する。ひどい。何があったの？電脈神経数を実行中。冷却が終了しました。薬液を散布します。雑草は駆除しないとね。警告、規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。この操作はログに保存され、あなたは懲戒処分される可能性があります。抗ウイルス剤を見つけないと。
よせ。やめろ。やめてくれ。よせ。ダメだ。ダメだ。やめろ。おい、こっちだ、化け物。やめてくれ。そいつを殺すな。そんな。どうしましょう。マーキーアガテ、我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けてみる。最後にもう一度だけ言う。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。突入しましたが問題が発生。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。了解。サンプルを回収します。撤収だ。ダメだ。これってまさか。嘘、やった。これね。よかった、抗ウイルス剤シェリーに届けなきゃ。何？私の夫だった。Gは私の傑作なんだ。早く殺すべきだった。でもどうしてもできなくて。当たり前でしょう。お互い結婚より仕事を優先してた。シェリーのことはよく一人にできたわね。地獄のような街で。あの子のいる世界に G ウイルスをばらまくわけにはいかなかったのよ。私がやる。
わからないでしょう。油断しないで、完全に息の根を止めるまでは。私を信じて、ここで決着をつけるわ。急いで戻らないと。シェリー、クレア、よかった。ママを助けて。アネット、シェリー、具合はどう？大丈夫。ママこそ苦しそう。ママ大丈夫。そのモニターを見せて。よかった。シェリーは助かる。すぐには回復しないけど、Gウイルスは消えてるわ。今の聞いた？ママ、どうしたの？あいつに襲われて。私なら心配ない。娘を連れて行って、お願い。ごめんね、シェリー。一人にして、あなただけは助かって。ママを置いていけない。置いてかないわ。警告、レベル4ウイルスの不正な持ち出しを検出しました。どうなってるの？自爆装置が作動したの。Gウイルスの漏洩を防ぐために。お願い、娘を助けて。いや、シェリー、ママにさよならして。さあ早くさよならして。ねえシェリー、ママはね、あなたを愛してたの。早くここを出ましょう。急いで。後でしましょう。急がないと。早く。シェリー、歩けそう？せかしたくはないけど、行かなきゃ。施設封鎖完了後、事故警告、事故破壊コードが実行されました。中央エレベーターから最下層のフラットホームへ至急避難してください。警告、
自己破壊コードが設定されました。さあ急ぎましょう。最下層のプラットフォームに至急避難してください。警報、自己破壊コードが設定されました。中央エレベーターで最下層のプラットフォームに至急避難してください。親切にしてくれてありがとう。助けてくれた。クレアに会えてよかった。私もあなたに会えてよかった。でもお礼を言うならここを出てからね。どうするの？列車を動かさないと。あなたはここにいて、いい？わかった。ここで待ってるね。いい子ね。気をつけて。大丈夫よ。
動いたみたい。よし、これでいけそうね。クレア。え？レオン？あなたなの？ああ。だがここはもう持たない。クレア、今すぐ脱出しろ。いいな。脱出路は見つけたわ。きっとなんとかなると思う。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオ、よく聞こえない。俺に構うな。早く脱出しろ。レオン、レオン。もう、何なの？
ここを出たら何がしたい？クレアの家に行きたい。いいよ。シャワーも浴びたいしね。だね。やだ、匂う？本当だ。クレア。レオン。よかった、無事で。大丈夫だって言ったろ。そうね。この子は？彼女はシェリーよ。よろしく。なんだ？今のは？わからない。シェリーお願い、見てくる。レオンって付き合ってるの？いや、そんなんじゃない。出会ったばかりだ。昨夜ね。そう。でも、とんだ初デートになった。ああ、ほんとぶっ飛んでた。見て！乗せてもらえるかもよ。もし広がってたら。シェリーを頼む。シェリー。じゃあ、終わったの？わからない。もしダメでも、何とかしよう。俺たちで。ええ、必ずね。三人一緒なら、大丈夫だ。行こう。ねえ、私を養子にして。養子に？子犬買おうよ。子犬？オウムも。オウム？ペットが欲しかったけどママが嫌がって。はい、あ、そっか。続いての曲はマンネリの水曜でも元気が湧いてくる。